皆さんこんにちは、春日まれです。さて、本日からはですね、ガラッと話題が変わりますよ。題して脳内で旅行しよう、イエーイ、インニューヨーク。というわけでですねおうち時間何してたっけというお話なんかを前回まではさせてもらってたんですけど、まあ、次に何を話そうかなって思った時に、私はね、例えばなんかパセリとか、電光掲示板とかなんか突然ワードを振られたとしても何かしらトークはできるんだけどにしてもちょっと広すぎるんじゃないということで、自分でねテーマを決めていくことにしました。脳内で旅行しようというテーマ、まあ、簡単に言えば私がこう旅行のお話などをして、皆さんはそれを聞いて脳内でねそこに行っているような気分になれたらなとか、その場所のことを少しでも知ってもらえたらなという思いでやっております。で、まあこのね今年1年だったりとか、まあ、最近は旅行というのが難しくなっていまして、特に私は海外旅行がとても好きなんですよ。全く知らなかったものを知ったり見たり聞いたり、知らない人に出会ったり、そういう体験っていうのが自分の人生においてはすごく大切なピースになって自分を形成してくれているので、本当に旅行が好き。特に海を越えた旅行、ただ今やっぱり難しいじゃないですか。私と同じぐらい旅行が好きな人はたくさんいると思うんですけど、そうなった時に、まあ、ネットで調べたりとか動画見たり写真見たりっていうので、ね、日本にいながらも海外の人とつながれたり海外を知ることはできる。だけどやっぱり旅行がしたい。だったらちょっと話しながら今まで行ったとことか思い出してみようかなって。やっぱりこうさ、インスタとかのこう写真だけでは伝わらない魅力があるじゃないですか。どういう体験をそこでしたのか、どういう言葉を人と交わしたのかとか、そんなことをね話していきたいなと思います。で、今回は1回目なので、私が特に思い入れのある場所、アメリカのニューヨークについてはい、紹介していきます。皆さん一緒にニューヨークに行く準備はできてますか？では飛行機に乗ってレッツゴー。いやー、フライトなかなか長いんですよね。13時間ぐらいかな、13、14時間かかりますけど、飛行機の中は私はまあ映画見るとは言いつつも、そんなずっと画面を見てられなくて、なのでね、寝れるように結構頑張ります。寝ないで行って寝るみたいな。でも懐かしい、なんか長い時間飛行機とか乗ってないから、ただでさえ結構苦手なんですけど、大丈夫かな、ドキドキ。はい、ニューヨークに初めて行ったのは2008年の3月です。小学校6年生で卒業して、もうすぐ中学生っていう時に、母親が卒業旅行も兼ねてということで念願のニューヨークに連れて行ってくれました。ただ私、この飛行機乗る前の日にテンション上がっちゃったんですかね、熱出したんですよ。でも飛行機に乗ってお母さんと2人で看病してもらいながら行きました。それがね、初めて行った時なんですよ。でも3泊4日のすごく短い旅だったんですけど、毎日必ず1本のミュージカルを見て、でダンスのレッスンもね、受けたいって言ってて、具合悪い中でまあ1個だけね受けれたんですけど、そんな経験をしました。もう初めてのニューヨークは知らないことだらけで、英語もままならないし、母はアメリカに10年以上住んでいるので全然語学は問題ないんですけど、ただ母はこうアメリカの西の方にいたので、やっぱ東、さらにニューヨークは違うということで緊張してたみたいです。最近話を聞きますけど、その時のでね、その時は地下鉄も危ないからって言って乗らず、もうタクシー移動だったり、こう車手配してもらって移動して、あとは歩いてという感じでした。
覚えてるのはね、やっぱりミュージカルがすごくて、その時私レント終わっちゃう前だったんですけどね、ブロードウェイでギリギリ見れたんですよ。でね、こうなんて言うんでしょうね、その前からレントが好きで来日公演を見てたんで、覚えてるのが2幕頭のシーズンズオブラブで、私の隣に座ってた女性の、まあ、レントヘッズですね、レントのファンの方が大きい声で歌いながらボロボロ涙を流して手拍子してて、なんかそれ見て一番感動して、へーみたいな、こんなことが起こるんだこの街は、というかこの作品はというかミュージカルは、今思い出しただけでも目頭が熱くなりました。そこからさらに私のミュージカルの愛はバゴーンって感じでしたね。はい、でその後ね、ニューヨークに2回目行ったのがもう10年後ぐらいとかになるんですよ。で大学3年生の頃だから2016年の秋から2017年の、春前まで、3年生の秋学期は交換留学で行きました。ペースユニバーシティという、ニューヨークのマンハッタン、あの中心のね、マンハッタン島の一番下の方にある私立の大学に通いました。でその時が6ヶ月ぐらい住んだので、初めてそれぐらい長く海外に住んだという経験になります。でその後が実は、2018年の翌年かな、帰ってきた翌年の秋に10日間ぐらいだけニューヨーク滞在しようと思って、旅行で行こうと思ってたら、めちゃめちゃラッキーなことにちょうどキャスト足りないからってことで、オフブロードウェイですね、ブロードウェイが500席以上からなる劇場のことを、ニューヨークになる劇場のことをブロードウェイって言うんですけど、100から499だったかな、がオフブロードウェイで、さらに小さい劇場になるとオフオフとかになってくるんだけど、私はオフブロードウェイの舞台に立つことができて、今でも実際起きたことなのかよく分かってないですけど、やりました。で、その後が2019年の3月、今も MC を務めてますスマッシュキャバレーというミュージカルコンペティションのショーの特別会でね、ニューヨークにチームで行ってキャバレーショーをやりましたね。という感じで人生で計4回は行ってるんです。さあ皆さん、着きますよ。さあ無事に入国審査もね、通り抜けて、あのちょっと怖い NEXT NEXT みたいな感じで、あのね、ドキドキする入国審査も終わりまして、ま、今回はそうですね、タクシーとか使わないで電車でマンハッタンまで行ってみましょう。 This is a Brooklyn bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please.ニューヨークのメトロ、皆さんどういうイメージですかね。私はさっき言った通り、初めてニューヨークに行った時はもう駅にすら入らなかったんですけど、留学してね、まあ、移動するじゃないですか。ダンスに通ったり、歌のレッスン通ったり、舞台を見に行ったり、遊んだり、移動は必然的にメトロになりました。はい、車なんてね、ニューヨーク本当運転してる人どういう人なんだろうと思うくらい狭いですし、マンハッタン島は、あと歩いても結構移動できるんですけど、そう、あのね、東西の移動は基本歩きで行けるんですよね。こう 縦に長い島なんで、で東西は電車が通ってないんでバスか歩きになります。で南北の移動は電車です。はい、でメトロにたくさん乗って、あのね、すごいんですよ、ニューヨークのメトロって。もう何十年変わってないのっていうぐらい古くて、でも中身は新しいんですよ。こうハードが古い、電車も古いし駅も古いし、改札なんて東京が超最新型ですよ。まあ、スイカとかないですかね、あのピーみたいのもないし、券売機もコイン入れて、またクレジットカード入れてボタンを押すみたいなタッチパネルですけど、なんかね、全てがね違うので、このチケットも券も
スライドするんですよ、カードスライドして、何ディズニーランドとか入るときそうだっけ、ゴロゴロってやつ、ゴロゴロゴロっていうバーを押して駅の中に入るんですけど、面白いのが、どこからどこまで行っても値段が一緒なんですね。メトロに1回乗るといくらっていう感じなんですよ。300円しないぐらいかな。だから入るときだけカード切って、出るときはカード切らなくていいんですね。となると何が起こるかというとですよ、大体みんなフリーチケットみたいなの持ってるんですね。1ヶ月2ヶ月乗り放題みたいな。そうすると自分スライドして駅入ります、乗ります、降ります。降りた先にいるあのホームレスの方とか、あとなんかチケット忘れちゃった人とかが、ちょっと貸してくんないみたいになるんですよ。ちょっと乗せてみ、そうするとみんな、あ、オッケーって言ってカードスライドしてあげて、その頼んできた人入っていくみたいな。そう、なんかそういうことが成り立っていました。日本じゃ絶対できないじゃないですか、記録つくし IC だと。まあそれをやっていいのか悪いのかっていう問題もあるんですけど、私はなんかカルチャーショック受けましたね。あ、でもこれって誰も不幸になってないのかみたいな、そんな電車に乗って、はい、マンハッタン島に着いたということにしましょう。いや、マンハッタン島は本当にエリアによって全然文化も違うし人も違うしとか、もうニューヨーク自体がそもそもアメリカではないよってアメリカの人が言うぐらいユニークな街なんですけど、どこから話していいのかわからない。私が留学していた大学、ペースユニバーシティがあるのがローアーマンハッタン、マンハッタンの下の方ですね、南の方です。どういう街かっていうと、オフィス街なんですよ。よくウォールストリートとか聞くと思いますけど、金融系の会社のビルがバーッと立ち並んでいて、まあ、有名なね 9.11 のワールドトレードセンターも、そこのね南の一番最南端にあります。他には、自由の女神スタテンアイランドっていうところに行くフェリーに乗ると自由の女神を見れたりするし、本当にね、なんて言ったらいいんだろう、日本でいう、あ、てか東京でいう何、金融街って丸の内とかになるんですか？わかんないけど。でもちょっとね、あの辺っぽい感じはあります。オフィスがバババッと立ち並んで。で、私の通ってた大学も、もうそれに混ざってるので、広いキャンパスとかじゃないんですよ。もうビル、ビル、ビルみたいな。私、東京でもそんな大学に通っていたな、みたいな。デジャブ感はあったんですけど。でね、ブルックリンブリッジっていう、これはすごく古い、レンガでできた橋。が、そこのローアーマンハッタンにあります。その橋を渡ると、東の方にね、ブルックリンという地区があるんですけど、マンハッタン島からブルックリンに行きます。橋はね、歩いて渡ると3、40分かな。で、車でもチャリでももちろん OK っていう感じです。私がこれは何、もう話すことたくさんあるけど時間の許す限り、ローアーマンハッタンのその大学にいた時は寮に住んでました。学校からほんとすぐ近くの寮で、34階建ての寮の34階住んでいたんです。私のね、インスタグラム B オブ B マレの一番最初の頃の投稿は留学からスタートなので、私の34階自称ペントハウスと呼んでいたペントハウスからの眺めとかたくさん載せてます。もうね、あんな贅沢な生活は二度とできないというかしないと思う。それぐらいすごいお部屋でした。ローアーマンハッタンには何でもあるから特に困ることはなかったんですけれども、イータリーという、はい、イータリー EATALY というね、イタリアの食材を取り扱ってるスーパーがあって、いや、私そこすごい好きでした。ニューヨーク行ってイタリアかよっていうツッコミ入るかなって思うけど、イータリーは食べ物だけじゃなくて、こう小物とか料理調理器具とかそういうものもあって、ショッピングモールの中に入ってるんですけど、美味しくてリーズナブルなものをサクッと食べたいなっていう時にすごくおすすめです。今どうなんだろう、営業してるんですかね。してることを祈りますけど、ジェラートとかピザとかもカスタムして、パスタとかもね、食べられます。
なんかおすすめ番組みたいになってきた。はい。なんかこんな調子で話していくとマジ永遠に続いてしまいそうなので、ちょっとイータリーさんを特別に紹介したということですけど、はい、ローワーからどんどんこう、ね、北に上がっていくと、まあ、皆さんよく聞きますよね、映画に出てくるスケートリンクがあってクリスマスマーケットがあってキラキラみたいな公園、ブライアントパーク、私はそこすごく好きで、公園がやっぱり街の中にたくさんあるってすごくいいですよね。しかもその公園っていうのは広い公園です。木が背が高くて、テラスもベンチもテーブルも十分にあって、カフェもあったりして、こう芝生にゴロッとして本読んでてもパソコンで仕事してても OK みたいな、そういう場所がニューヨークのマンハッタンはちゃんとある。で、有名なセントラルパークというすっごく大きい公園はマンハッタンの真ん中にドーンって長方形にあるんですけど、でもあれは何だろう、私ですら全部見たことないです。本当に住んでる人ですら全部見ないんじゃないかなというぐらい、やっぱり自然と都市が共存してるみたいのが私はすごく好きだし、ニューヨーカーたちはきっと公園あるからまだ生きてるんだろうなと思います。じゃないと本当にもうすごいから、スピードがめっちゃ速いんですよね。多分今基本的に家にいたりゆったりこう生活していくこととかに重きを置いてるので、今ねこの瞬間喋ってる私がニューヨークの街中にドーンって飛ばされたら多分歩けないと思います。それぐらいすっごく速いんですよ、スピードが。で、信号とかもなんか合ってないようなものだし、とにかく歩く速度がね速くなります。自然とそこにいると聞こえてくる音とかも、話し声とかも、もちろん英語だけじゃないし、すごくいろんなものが飛び交っています。結構話が前後しちゃうんだけど、自分が留学してたエリアから北に少し行くとチャイナタウンがありました。で、私みたいな日本人の学生とか、あとアジア系の学生と仲良かったけど、チャイナタウンはすっごく便利でアジアの食材が多い。あとはカフェも抹茶だったりとかタピオカとかそういうものがすごく充実してたのでよく行ってました、歩いて、でね、その面白いのがチャイナタウンのすぐ隣がリトルイタリーなんですよ。次ちっちゃいイタリア出てくるんですね。すごい隣接じゃんって思うんですけど、リトルイタリーもよく行きました。ルームメイトのことを言ってよくなんかパスタ食べようとか言って食べに行ったりとかしてました。それぐらい本当いろんな文化が、人種のサラダボールとか言いますけど、なんかそんなもんじゃないですもん、本当サラダよりもすごい、なんかサラダみたいに分かれてもない、なんだろう、もうスムージーになりかけみたいな感じでした。はい、ガスパチョ、ガスパチョ、分かります、ガスパチョ、フードプロセスした野菜の冷製スープです、スペイン料理。ああいう感じです、サラダというより私的には。で、まあどんどん上にこうね歩いていくと公園があったり、ホールフーズ重宝しましたよ、オーガニックスーパーあったり、食べ物の話しかしないの私と思いますけど、42丁目、タイムズスクエア、今はなどの写真見ても人がいないんですけど、はい、あそこはもうね朝でも夜でもこう光が強すぎて結構こう私的には空見上げたいのに見上げられない眩しさでした。はい、眩しいね、もうすごい速さで情報が来るのにね、なかなかタフなエリアですよ、あそこは。ここでなぜかアドバイスみたいになるんですけど、観光客を狙ったちょっとキャッチみたいなセールスとかが多いんですよ、あそこは。今はないと思うけど、今のことは忘れてね。ポイントは自分の行く方向をまっすぐ見て、さささささっといつもの 1.7 倍ぐらいの速度で歩くというのが観光客に見られないポイントです。ぜひ皆さん行った時はやってみてください。ちょっと目合って微笑んじゃったりしたらもうそこから食いつかれてしまうのね。私はカウントダウンをねやったんですよ、そこで。これはねもう人生で一度経験しただけで十分、本当に経験してよかったと思いますよ。おむつは履きませんでした、突然何をと思うけど。
っていうのも、あのカウントダウンって朝からみんな並ぶんです、12月31日の。で、警察たちがテロの対策とかもあるので、あそこの区域を、あの広い道をブロックで分けて一番前から人を詰めていくんですよ。で、ある程度人詰まったらもうバリケードみたいなので閉鎖されるんですね。でもみんな出入りしちゃうと大変なことになる。閉鎖、次のブロックに入れる、閉鎖、次っていう風にどんどん、あの場合は南を先端にして北の方に人がね並んでいくっていう感じなんですよ。だから朝から並んだら12時間ぐらいトイレ行けないんですよ。私何したと思います？もう友達とね4人ぐらいでそれに挑戦したんだけど、おむつどうしても開きたくなくて、開いたところでねお手洗いできるのかって思っちゃったので、前日から水分を極力取らないっていう、もうねえ修行をしたんですよ。で、冬だから夏みたいにね、こう熱中症とかにはならないので行けたけど、歯磨く時ですら辛かったです。あ、歯磨き、水飲みたいみたいになっちゃうんですけど、頑張って飲まないで、当日もお腹空いちゃうから並んでる間に持って行ったのがクリフっていう、私結構好きだったあの夏バー、エナジーバーみたいなやつと、あとリンゴ持ってってでもなんかもうリンゴのあの水分ですら愛おしかったです、食べながら。でクリフは口の水分奪っていくし、もう何なのと思いながらもうお腹空くから食べて、でね5時間前ぐらいからあの電光掲示板にあと5時間だよみたいなカウントダウンが始まるんですけど、5時間かよみたいな、もうみんなです突っ込んでました、嘘じゃん。あとはねマックとかピザとかをみんな頼むんですよ、その場所から。ウーバーだったのかな、今振り返れば。そう、そんなこともやったりね、カードゲーム始めたりね、あとコンサートが行われるので真ん中で道の舞台が設置されてね、そのリハーサルも全部見るんですよ、待ってると。リハーサル見て本番も見るから、なんか複雑な気持ち、2回公演同じの見たみたいな感じなんですけど、いやー長かった。いやもうね、最後に年越した時こう紙吹雪がわーってなって、みんなハッピーニューイヤーってなるけど、なんかあのみんなの歓声みたいのは13時間待ちきったぞーみたい なんか俺はやったぞーのわーでしたよ。自分がそうだったもん、あートイレ行ける、家帰れる、年越しそば食べて寝れるみたいな、もう 何をお祝いしてるのかよくわからない気持ちでしたけど、いい経験でした。懐かしいの。そのね、わーってやってるあのエリアがよく皆さんの想像するマンハッタンだと思います。もちろんあそこにブロードウェイの有名な劇場がたくさんあります。私はね、留学中は20作品以上見ました。というのもブロードウェイに限らず、本当にニューヨークのマンハッタンには小さな劇場から大きな劇場までたくさんあるんですね。街中に劇場があります。でブロードウェイがお休みの日もね、月曜日とか休演日も他の小さな劇場、オフブロードウェイとかオフオフは作品を上演してたりするので、そういうところに見に行ったりとかしました。やっぱりこう根付いているというか、まあアメリカが生んだものなのでね、ミュージカルは特にそれをこう文化として楽しむという習慣がありましたね。かといってニューヨークに住んでる人がみんなミュージカルを映画と同じように日常的に見に行くっていうわけじゃないけど、そもそもエンタメをやるためにニューヨークに来てる人たちが多いので、母数が多いからもちろん劇場に足を運ぶ人も多くなるんだなというふうに思います。ブロードウェイの有名な作品とかは観光客がほとんどですよね。ただ全然違うもの、マイナーなものとかになってくるとね、観光客の方はそれをどうやって探すのっていう話なので、地元の人だったりエンタメの勉強してる人が多かったです。よくニューヨークに行くからチケットの取り方を教えてっていうのを聞かれるんですけど、まあね、また劇場が復活したら、皆さんもこの私が今から話すことを活用できるかなと思います。もちろん各、作品のサイトだったりとか旅行エージェントとかが手配してくれることもあるんですけど、で安くたくさん見たいっていう人にはアプリがおすすめです。
TKTS ティケッツっていうのは東京にもね今ありますけど、ティケッツっていうあの格安サイト、今日余ってるチケットがちょっと安く出るっていうのもあるし、私がそれよりおすすめするのは TodayTix、 Today に TIX で TodayTix っていうアプリです。とある例えば劇場で作品が上演される30分前とかに、その TodayTix で赤い T シャツ着た人たちが売れ残ってるチケットを持ってるんですよ。持って立ってるので、アプリでそのチケットを予約して、劇場に入る前にその赤い T シャツの人から人に名前言ってチケット受け取って入るみたいな。ダフ屋ではないですけどちゃんとした会社だけど、なんかそういうの日本にも根付いたら面白いな。なんか根付いてもいいのではと思うけどね。そもそも日本はチケットが全部売り切れるからな。あと、ラトリーですよ。ラトリー。これね、くじ引きです。今はインターネットでできるのがほとんどで、毎日、そのウェブサイトに飛んで、ロタリーに応募します。で、当たると、その日の公演の何時間か前に、当たりましたってメールが来るから、見に行きますって確定ボタンを押して、劇場に行くと、本当にね、30ドル、3000円とか2000円とかで、ブロードウェイ作品見れちゃったりします。ただまあ当たることってそうそうないので、私は結構ニューヨークいる間に運使い果たした感はあるかなって思ったりしております。そしてもう一つはジェネラルラッシュ、ジェネラルラッシュティケッツっていうのは日本でいう先着順になるのかな、あんまないですけどね。その公演を見る日の当日の朝に劇場にこうチケット売り場がついてるんですけど、それぞれの劇場に見たい作品のやってる劇場に朝行って、窓口が開いてから限定何組とかがすごくリーズナブルにチケットを買えちゃうというあれです。ただそれも何時から人が並び出すか分かんないので、結構リスキーではありますけれども、私は何回もその方法で作品をお手頃なお値段でいい席で見てきました。なのでジェネラルラッシュチケットおすすめです。調べるとプレイビルっていう大きなブロードウェイのミュージカルなどを取り扱っているサイトでジェネラルラッシュチケットの情報を見れます。ねのね、ニューヨークのね、えのねだってニューヨークの劇場街が復活したらぜひ皆さん参考にしてミュージカル楽しみましょう。なんかニューヨークのことを話していたら本当に時間が経つのがあっという間だし、他に何か聞きたいこととかあったら、もう LINE でもメールでもなんか SNS のコメントでも本当にください。私何から話していいのか分かんなくなっている。ただ他に伝えておきたいのはニューヨークの一番好きなところです。これはところって場所じゃないですよ。皆さん今ニューヨークにいます。想像してください。チャンスがある、そしてチャンスを求めてくる人がたくさんいて生き生きしていて、そして何この時間面白すぎる。私はね、人に干渉してこないニューヨークが好きだったんですよ。なんかもういろんな人がいるんで、道で踊り狂ってる人とか、冬なのにビキニで歩いてる人とか、地下鉄でドラムボンボコボンボコをやってる人がいるかと思えばジャズを吹きまくるサクソフォン吹いてるおじいちゃん集団が地下鉄乗ってくるとか、本当にいろんな人がいるんですよ。ただそれを許す街というか、それを迎え入れる街。そしてもし例えばね、そのジャズ集団が気に入ったとしたら全力で拍手していいし、全額のチップあげてもいいですし、干渉はしてこないんだけど、自分が好きなものにはたくさん愛を注ぐ街だし、さらにチャンスが欲しいとか、私はこうなりたいの、こうしたいのという希望だったり目標を口に出して言うと必ず何かが起きる街です。何かってそれ成功するとか売れるとかそういう話じゃなくて、必ずね助けが来ます。で、助けを待ってたわけじゃないけど、こう縮こまりすぎて圧倒されすぎて何もしないとすごくもったいない街というのも
いろんな人がいるので、いろんな人がいるってことはもちろんあなたと気の合う人もいるし、あなたの同士もいるし、あなたと面白いことをやり遂げられる可能性を持っている人もたくさんいるということです。そういうのがニューヨークの私の、ね、好きなところです。こうして今日皆さんに話していたら、なんか思い出してきてワクワクドキドキしています。もちろんね、今日この話を聞いてニューヨークにいる気分になれたかどうかはちょっとわからないんですけれども、こんな感じでいろんな自分の体験だったりとか見てきたものをシェアして、少しでもこうね、あのガイドブックとか写真とかだけじゃわからないその場所の魅力を共有できたらなと思った次第でございます。お楽しみいただけましたでしょうか。毎週1回、できれば土曜日かな、ポッドキャストを更新するように心がけていきたいと思います。また次回、次はどこに旅行しようかな、もう一回ニューヨーク行くあ、てかニューヨークから帰んなきゃダメじゃん。はい、帰りましょう。はい、どこでもドアで帰れたとしてさあ皆さん、次回も楽しみにしていてください。Have a good one. Bye bye.